こんにちは、アストルティアニュースの時間です。速報です。以前偽りのレンダーシアのメルサンディ村を取材していましたが、どうやら取材していた偽りのメルサンディ村は童話作家パンパニーニの書いた童話の世界だったようです。今回ママ太郎やおっさん帽子で有名な童話作家のタルダロイノリン全然言えなかったごめんタルダロイノンリーヌ氏にお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしく。よろしくお願いします、よろしくお願いします。僕の本読んでくれたの読めましたけど嬉しいねそれはなんかすごいですね。今日はよろしく、よろしくお願いします。キャラちょっとまた違ったキャラの濃さの人がした、まあ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくやば、あ、じゃあすいません、正直言っていいですか、あの僕タルダロイさんの大ファンなんですよ。そうなの、嬉しいそれは嬉しいそれは嬉しい、 いや僕も今日会えて光栄ですよ、はい、今日ご出演いただきありがとうございます、こちらこそお呼びいただきまして間違いありがとう。もう特にこのママ太郎いいですよね、もう川からお母さんが流れてきてそこから生まれるっていうそうですね、はい、なかなか私もね、はい、こんな話思いつくなんて思いもやりませんでしたよ。 あともう一つあの有名なおっさん帽子あれだなはい、違いますよ。あ、おっさん帽子。いや、あのね、はい、これ意外とね、世に出回らなかったんだけどね、そのタイトルがね、ファンの声から聞こえるなんて、はい、あ、おっさん帽子あ、そう、お前やって大丈夫です。帽子通り嬉しいあ、嬉しいそうですすげえな、今日乗ってますね、乗ってますねいや、すいません、偽りのメルサンディ村が童話の世界だったとは思いもよりませんでしたね。作家としては非常にロマンのある世界観でございます。ありますよね。私も書いた本の中に入りたいとなんて思ったことがないですよまあ最後の聞こえませんでしたけどね、まあそうですね、自分の書いた世界にやっぱ行ってみたいっていうのはやっぱありますね。思いますね、頭の中でしか描けてないですからね。そこに実際に入り込むというのは非常に作家としてロマンがありません。そうですね、そうですね、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫あのね、時々具合が悪いんですかって聞かれるけどね、これは私の癖ですからね、なんてことないですよ。喋った分量によって負担が増えるんですねあ、そうですね、加算式でございますあ、なるほど、そうですね。すいません、最後に、タルダロイさんにとって童話とは何でしょうか。童話とはね、やっぱり子供の時にね、そういう物語というのは心の中に形作れますからね、非常に重要なものだと考えております。なるほどちょっと要因がありますね。では、すみません、今回ご出演いただきありがとうございました。よろしく。よろしく。今終わったんですよ。今終わったです。じゃあね、待って、チーズケーキが登ってきたので、危ない危ない。では、以上、アストルティアニュースでした。今度私が出す新作、パパ島太郎も、どうぞご意見よろしくお願いいたします。パパ島太郎、また面白さも来ましたね。ぜひ映画化してほしいものですね。はい、ありがとうございました。ちょっと、残りますね。ちょっと残りますね。残りますね。余韻が終われね。終われ。ちょっと切っちゃうよ。切るよ。旅人さん、気づいたらアイリーお嬢様がベッドに戻ってたがね。あんたが助けてくれたんさね。俺じゃないけど。ザンクロン様が助けてくれた。童話の中の A さんがね、あんた冗談がうまいね。そんなことない、冗談じゃない、本当のことなんだよ。本当にありがとうだね。あんたには飛び切りのお礼をしないと。精霊席ありがとう。売っちゃおう。やった、経験値ももらえた。いや、なんかレンダーシア、いろんなこと起きてんね。アイリーお嬢様寝込んじゃっててさ、病弱なお体で無理したからだね。だから今はお部屋に入れないだね。悪いけども、そっとしておいてあげてほしいさね。なんかあそこのおやつ、なんかブルーハーブに見えるな。あ、大丈夫、体ちょっと。うわ、
あー大丈夫？あんま無理しない方がいいのに。大丈夫かな。まあ日向さん、先日は助けていただいたみたいでありがとうございました。ザンクローネいたよ。まさか英雄ザンクローネさんが本当にいて私の前に現れるなんて、驚きのあまり目を回してしまったんです。いやー、そのザンクローネはどこ行ったんだろう。だけどあの方だったらおじい様の童話とは違って。俺を呼んだか？どこにいんだろう。わあ、頭に乗んなお前。あ、パンダ。まあザンクローネさん、うちのパンをまたつまみ食いしましたね。またってこの前もやったんだ。つまみ食いじゃねえぞ、味見だよ味見。おおおお、どうぞ。よくキャッチした。はあ、童話の中のザンクローネさんはもっと紳士的でしたのに。そうでもないな。心の攻め嬢ちゃんだぜ。そんなんじゃ将来大物になれねえぞ。まあそんなもんかな。ねえ、まあ町がちょっと違うよね、雰囲気は。うん、この村は平和だな。うん、なあヒューガ、どうやら俺は俺の知ってるメルサンディ村とは別のメルサンディ村に来ちまったらしい。そうだね。英雄と呼ばれて長く生きていたが、こんなわけわかんねえこと初めてだ。うん、そっか。向こうの村の奴らにもこんな風景を見せてやらなきゃな。そのためには帰る手段を見つけねえと。ザンクローネさん、まずは俺をこっちに誘い込んだいたずらウサギどもを探すぜ。なんか事情知ってるに違いねえ。わかった。見つけてとっちめて向こうに帰る方法を吐かせる。なあ、ウサギの好物を知ってるか？ウサギと言ったら人参でしょうか。まあそうかな。お前は全然ダメだな。ジャムとバターに決まってんだろ。マジで言ってるそれ。本当かよ。その2つを罠に使って奴らをラバニの穴に呼べき出す。ヒューガ、協力を頼むぜ。オッケー。ジャムとバターを揃えて木漏れ日の広場のラバニの穴の奥まで来てくれ。わかった。そこにジャムとバターを置いて、ウサギどもが好物の匂いに釣られて現れるまで身を隠しておけばいいのさ。そんな簡単に行くか？そんじゃ頼んだぜ、相棒。オッケー。俺のことめっちゃ知ってるよね。アイリちゃん的にはどう感じるんだろうね。あんな小さな姿で見知らぬ世界に迷い込んでしまって、どうして前向きでいられるのかしら。そういうやつだからだよな。ヒューガさんお願いです。ジャムとバターを探してザンクローネさんの力になってあげてくれませんか？わかった。てか守りの種もらえるんだ。やった。ありがとうございます。ヒューガさんの親切なところ、童話の中の旅人さんにそっくりですね。いや、まあそんなね、そんな褒められるほどのことでもないんだけどね。まあまあ、ね。まあ行くか。ジャムとバター、そうですね、ジャムのことは畑にいるハンネさんが、バターは酒場のリオンさんが詳しいです。うん、わかった。うん、私が直接お手伝いするのは難しいのですけれど、困ったら何でもお聞きください。わかった。オッケー、じゃあ行くか。手に入れたジャムとバターを木漏れ日の広場のラバニの穴の奥に仕掛け、ウサギたちをおびき出そう。オッケー、じゃあ行くか。うん、ザンクローネいるかな。めっちゃ人参あるけど結局。ん？ヒューガは紅ジャムと白雪バターを置き身を隠した。そしてしばらく時が流れた。どんぐらい待ったんだろう。来やがったこいつら。ん？うん。めっちゃ鼻かんでる。あ、鼻かんでるじゃない。クンクン鼻、あれだ、匂い嗅いでんな。ふんふん、ふん。たまらない匂いね、バーティー。めっちゃ嗅いでる。ふんふんふん、よだれが出ちゃうわジャーミー。こいつら息ぴったりだな。あっ。あんなんバレるだろ。ええ、いや、バレるだろ。え、おややんジャムよ。あらら、バターよ。ぬぬぬ、この瓶蓋が硬いわ。困ったわね、悲しいわね。そうだわ、かぼちゃにぶつけてみましょう。いやー、なんかいる。例のあの子だわ。もしかしたら罠だったの。私たちの順調をもてあそぼなんて許せない。ただバカなだけだと思うんだけども。え、やめて。ああ、うお、
かぼちゃがもったいないでしょうが。いやすげえでかいなんか人参みたいな向こうに見える。なんだろうあれ。うん、野原に実る赤き果実、いたずらじゃーミート、もう屋上にこぼれる白きミルク、いたずらじゃーパーティーがあなたをコテンパンにやっちゃいます。息ぴったり、コテンパンにしてやったわ。あ、やった、結構経験値もらえたね。よし、オッケー。うん。てかあいつらの着てる服さ、なんか街によくいるあのマッチョマスクの服だよね。やられたわー、グフー。やーパーティー死んじゃダメよ、頑張っても勝てない、こんな時は逃げるかカチカチパンよ。逃げやがった、マスターセタのヒューガー。あーサンクロね、忘れてた、ありがとう、よう会いたかったぜウサギちゃん。なぜ俺をこっちの世界に誘い込んだ。いやん、怖い人来ちゃった、私たち何も知らないんだから。ふざけてると耳が飛ぶぜ、元の世界に戻る方法を教えてもらおうか。うふふ、もう戻れないわ。うふふ、永遠の夜とともに魔女様がいらっしゃるもの。魔女か、そっか魔女。そしてメルサンディ村は滅んじゃうの。め、ザンクローね、あなたとともにね。パンの耳より役に立たない英雄って哀れだわ、惨めだわ。ボッコボコにされろお前。ああされたわ。仲いいな、倒れる時まで。あ、でまた吸収された、あの時もそうだったよね。うん、魔女が現れるね。うん、ヒューガ、お前に聞いてほしいことがあるんだ。うん、さっき葬ったウサギどもな、あいつらは。ん？俺の耳なんだ。ん？お前が以前出会った手の化け物は、元は俺の右手と左手だ。へえ。俺はある魔女の呪いによって、本当の体をバラバラにされた。頭に耳、手足、胴体、心臓。そして、バラバラになった体は化け物になってメルサンディ村を襲い始めたんだ。そうなんだね。うん、お前の目の前にいるささやかな俺は何を隠そう魂だけの存在なのさ。そうなんだ。おかげで耳も回収できた、あとは魔女が持つ心臓さえ取り戻せば俺は元の姿に戻れる。うん、村を救える英雄なんて呼ばれちゃいるが、本当のところ俺はそんな罪深くてみっともねえもんなんだ。ヒューが力を貸してくれてありがとうよ。いやー、そうか。うーん、だからこうやってちっちゃい体なんだよね。オッケー。あ、いたいた。お帰りなさいヒューガさん、ザンクローネさんのお願いを聞いてくださったんですね。うん、聞いた聞いた。小さな英雄さんに代わりまして心ばかりですがお礼を。あー、ごめんなさい、少し近くに来ていただけませんか。うわー、大丈夫体。ええー、うん、ちょっとまあそれでもまだ遠い気がするけど。うん、ヒューガは守りの種を手に入れた。うん、で経験値ももらえた、ありがとう。うん、で罪深き英雄、うん、クリアしたね。オッケー。それでザンクローネさんが元の世界に戻る方法は分かりましたか。うん、戻る方法ってのがあんまりな。まあ魔女が現れてメルサンディ村が滅びてしまうですって。それって、なになになに。私おじい様の残した小さな英雄ザンクローネの物語4話を読み返していたんです。そっか。井戸から出てきた悪いウサギは言いました、間もなく闇の底より魔女様が現れる。魔女様はメルサンディ村に永遠の夜をもたらし滅ぼすだろう。これってウサギさんが言い残したことと同じですよね。私嫌な予感がします。この童話に書かれていることが本当になっちゃう気がして。でも私には村を守る力はありません。自分の身を守ることすらできないんですもの。私あまり長くは生きられないんです。そっか、うわぁ。この命が尽きる前にせめて良くしてくださった村の皆さんを救えたら。ごめんなさい、少しだけ休ませていただけますか。
魔女が現れ村を滅ぼすと書かれたおじい様の童話の4話、あれからよく読み返してみたんです。そしたら物語の中に魔女は鶏さんの声に驚き逃げていったというシーンがありました。鶏さん、きっとこれが魔女の弱点なんです。このエピソードが最後の希望です。もしうまくいけばメルサンリー村を救えるはず。ヒューガさん、お願いです。魔女が現れるという木漏れ日の広場の井戸に鶏さんを連れて行ってください。うん、わかった。オッケー。ヒューガさん、ありがとう。うん、大丈夫かな。なんかちょっとひどくなってる気がするね。大将、滅びの運命を変えるため私にも何かできることがある、そう信じたいんです。私のお友達のラーシャさんに言えば鶏さんを貸してくれると思います。どうかお願いいたします。うん、オッケー、わかった、行こうか。お、コッケちゃん、大事なものを受け取った。まあ大事だね。うん、コッケちゃんはね、この村一番の美声の持ち主なんだよ。しかも隣町に叩くくらい大声なの。鼓膜破れるだろそれ。いいのかそれは。それで、うん、でヒューが木漏れ日の広場の井戸の周りでコッケちゃんを解き放った。お、黒いコッケちゃん。うんうん、え、来んの？本当に来る？うわ、マジで来そうじゃん。うわー、魔性がキャハハハハ。え、あー、グレイテルだっけ、なんだっけ名前。たとえすべての麦を倒し水が干上がり涙が枯れても。セクシー。メルサンディ村が滅びぬ限り私の恨みは止まらない。うわ、永遠の夜とともに魔女グレイゼル参りました。かけがかえ、本当にダメなのこの人。ん、あ、大丈夫そうかな。あやかえ、なになになに、すっげえ浴びせるねコッケちゃん。え、全然大丈夫じゃん。え、コケ首かしげちゃった。うふ、私の弱点がニワトリだって思ったみたいね。うん、そういえば前にニワトリの声を聞いて逃げたことがあったかしら。え、そうなの。ああー、パンに変えられた。あー、コッケちゃん、あー残念、逃げたのは朝の光が苦手だから。でも今は魔法で黒い雲を呼んでるし弱点でも何でもないのだけれど。ねえ旅人さん、あなたもパンになっちゃう？やめて。え、なんで。パンのように焼き上がるのはてめえの方だぜ。ん、あ、サンクローネ来てくれた。え、でも心臓持ってんだよな。俺に何の恨みがあるか知らねえが、これ以上村に手を出すな。あら、会いたかった、ザンクロネ。あんたは俺の体をバラバラにした上、その体を使って、俺の村を、うんちょ待てよ。その体を使って俺の村を襲いやがった。怒りで腹綿が焦げそうだぜ。いやね、自分の罪を棚に上げて、私を責めるなんて。ほんと、身も心もちっちゃい男。うわぁ。え、これ大丈夫？え、どうしたの？ん？避けたね。うわ、え、ザンクロネめっちゃ吹き飛ばされた。大丈夫それ？え、罪だと？何なんだろう罪って。うわ、倒れちゃったし。え、何の罪？あなたの罪のせいで村メルサンディ村は滅んじゃうのよ。大した英雄さんね。え、何罪って。え、なんだろう。また会いに来てね、サンクロね。何度でも会いに来て。うわ。うわー、めっちゃ飛ばされた。どこ行ったの？その時こそあなたの大切なものを何もかもぐっちゃぐちゃにしてあげる。ええ。さあ、坊や、お家に帰って、滅びの恐怖を伝えてくれるかしら。うわー。ええー。で、ザンクローネどこ行ったんだよ。ヒューガさん、魔女の出現は防げましたか？いや、そんなことなかった。え？魔女の弱点は鶏ではなく、朝の光ですって。うん、そうなんだよ。ちょっと待ってね、画角がね。うん。なんてこと、私の勘違いだったんですか？そんな、そんな。
私には何一つできないと、運命など変えられないと神様はそうおっしゃっているのですかね。ですね。かわいそうだな。なんかごめんなさい。ヒューガさんは精一杯頑張ってくださったのに、これ受け取ってください。大丈夫かな。なんか大丈夫かな。魔女が井戸から現れる。メルサンディが滅ぶ。なになに。もしアイリちゃんは小さな英雄ザンクローネの物語4話を読んだのかね。あの未完成の悲しい物語を。そうか、その後もまだあるのか。知ってる人は少ないけども、パンパニーには死んじゃう直前まで英雄ザンクローネの物語を書いてたんだよ。だけど時間が足りなくてね、パンパニーには望んだ結末にたどり着けないまま眠りについたんだ。ザンクローネが負けたまま終わるあの結末にアイリちゃんショックを受けただろうね。そうだ、旅人ちゃん、わしこんなものを拾ったんだよ。なんとなくだけど、童話に出てくるザンクローネの魂の結晶、グレンの大宝石に似ている気がしてね。あ、これ、うわ、マジか。この石を、どんな時も希望を捨ててはいかん。この石を渡して、アイリちゃんにそう伝えて元気づけてくれないかい。わかった。フォッフォ、ありがとうよ。お前さんはどこか。旅人の中の、童話の中の不思議な旅人さんに似てるね。その人だからね。それじゃあこの大宝石を、アイリちゃんに渡してきてくれ。言いにくい。で、グレンの大宝石を受け取った。で、クエスト小さな英雄ザンクロネを受けました。オッケー。じゃあ渡してくるわ。やめて。どうしたん。魔女来ちゃったじゃん。あらん、ザンクローネのお友達の坊やね。私、いたずらウサギちゃんから聞いたの、聞いてたの。ザンクローネが気にかけてる可愛い村娘がいるってね。ああ、いやん、焼けちゃう。うわ。というわけで、この子はメルサンディ村滅亡前夜祭の生贄に捧げることにしたわ。うわー。ねえ、ザンクローネに伝えて、もしもこの子を助けたければ、南のローヌ樹林帯から続く魔女の森の野営館、野営館かな、なんだろう、野営館かな、までいらっしゃいって、うわー、もう、お前さ、そういう卑劣な卑怯なことしていいと思ってんの。ザンクローネはどうしたの、出てこれないの。ヒューが俺の声が聞こえるか、いたわ。やっぱあの宝石、あの宝石だ。わあ、魔女から受けた傷が深くてな、例によって魂を結晶化させて回復してたんだ。してんだ。魔女の野郎アイリをさらうとは卑劣な真似をしやがって。村人たちが騒ぎ出す前に何とかしねえと。ヒューが力を貸してくれ。俺を魔女の森へ。わかった。来た。うわ、いるよもうすでに。どこにいんのアイリちゃんは。待ってたのよサンクローネ。さあメルサンディ村滅亡前夜祭を始めましょう。何の恨みがあるか忘れてんな。うわ、何これ、何、うわ、やめてよそういうの。あー、かわいそう。あー、サンクローネ大丈夫、完全復活した、ちょっとしか寝れてなかったけど。聞けるかな。てめえの汚ねえ手口にはヘドが出るぜ。今すぐその嬢ちゃんおろせ。おろす気やねえな。いい顔、あなたのその苦しそうな顔を見てると私満たされるの。それじゃお待ちかねの今夜のディナーを紹介しましょうね。あー、やめてよ。一つ目はじっくり煮込む惨めな村娘シチュー。心臓か。二つ目はプルンと新鮮英雄の心臓ボイル。そう、あなたの心臓よザンクローネ。どちらを助けるか選ばせてあげちゃう。キャハ、面白い趣向でしょね。もう一回も、どちらを助けるか選ばせてあげちゃう。キャハ、面白い趣向でしょ。選ばれなかった方はお鍋にドボン、壊れてしまって永遠に失われるの。こんな、どっちかか。
あなたがもし娘を助けたら元の姿に戻ることも村を救うこともできなくなっちゃうわ。うわぁ、そっか。やってみな。ああ、でも心臓は多分取りに行かないんだろうな。それじゃあお言葉に甘えて。うわぁ。ん？ああ、どっちが落ちたんだろう。でも心臓だよな、多分落ちたのは。あ、やっぱりか。大丈夫？どうして？あなたが体を取り戻せば村を救えるのに。でもそれは英雄のやり方じゃねえってか。そんな感じかな。お前を犠牲にして手に入れる体なんざいらねえよ。そんな小さな体じゃ私と同じ、何もなすことなんてできません。何弱気になってんだか。いいぜ、嬢ちゃん。黙って俺の背中見てな。男の器は身の丈じゃ測れねえ。背負った希望のデカさで決まんだよ。うわー、かっけえ。やったら、あいつ倒さねえと、グレーゼル。そう、やっぱりあなたは自分の体よりもその娘を選ぶのね。やっぱ分かってたんだ。つまらない男、そのバカ面もいい加減見飽きたわ。そろそろ終わりにしましょうか。うわぁ。でもこいつは一体何者なんだろう。さあ、茹で上がった心臓ちゃん、苦労しい鼓動をか、聞かせてちょうだい。うわ、今錬金やってたんだ。え、ああ、いたな、ハートボイルド。うわー、いたいたいた。ドックン、ドド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 。キングエンジンみたいになってる。うわ、鼓動打ってるな、脈打ってる。ザンクローね、魂すらもバラバラに刻んで、すべての希望を絶ってあげる。ヒューガ、そいつはもうどうしようもなく壊れちまって、俺の心臓には戻りやしねえ。お前の手で人思いにその化け物を葬ってやってくれ。わかった。サンクローネは魔女の方か。オッケー。うわー。座って感染しちゃった。やったー、倒した。てかすっげー元気値もらえるね。やった、またチワワレベル上がった。転生2回目だからね。1分7秒。よっしゃ、倒した。でもいいのかな、ザンクローネはこれで。うわー、これでもう元の姿に戻れないな。だいぶ力を失っちゃうんじゃないの。大丈夫かな。オンに切るぜ、ヒューガ。うわー、キャハハ、心臓消し飛んじゃった。これで二度と元の姿に戻れないのね。メルサンディ村もおしまいよ。やっぱりあなたはいつだって誰一人何一つ救えないんだわ。まだ心臓がなくなったわけだけじゃねえか。うわうわ、ええ、うわ、往生際の悪い男って嫌い。すべてを諦めて楽になりなさいな。うわうわ、ええ、いや、ダメだよ、そんな。無理しないでよ。俺は諦めねえ。私、わかりました。おじい様が書きたかったのは悲劇なんかじゃない。たとえ体が小さくても、呪われていても、病気で長く生きられなくても、どんな時も希望を失ってはいけないと。私に希望を持ちなさいって伝えようとしてくれたんだと思います。あ、そういうことか。その通りだぜ、アイリー。わあ、そっか。これはお前のために描かれた希望の物語。そっか。おじいちゃん、そういうことなんだ。うわ、ちょっと待って、また頭の上に乗ったな。お前が願ってくれるのなら奇跡だろうと起こしてみせる。サンクローネさん、そこには立たないでね。せめて手の上に立とうよ。首痛くなるよ。諦めた。メルサンディ村に私に希望ください。うわー、うわー。
何？うわ、うん、うわ、戻れんの？うわ、そのままの状態で頭に乗っかってたらやべえよな。さすがに、あ、戻ってる。すごい。お前の声が枯れない限り、救いは必ず訪れる。俺は必ず駆けつける。うわー、やった。嘘。嘘か誠かおとぎ話か。身をもって教えてやんよ。うわー。もう本領発揮じゃん。ち。逃げる気。おお。ボール切った。ただ絶対目くらましだ、これ。ん？名残惜しいけど今日はこのくらいで許してあげる。ごきげんよ、ザンクローネ。わー、去ってったけど。ん？あれ？あ、ダメか。逃がさねえぜ。なあ、アイリー、病気なんかに負けんじゃねえぞ。どんな時も希望捨てんな。メルサンディ村は俺と共にある。そのまんまおじいちゃんの言葉なのかな、今のも。そっか。ありがとう、小さな英雄さん。よかったね。ザンクローネさんの物語はこれからも続いていくのですね。そうだね。ヒューガさん、私決めました。私が続きを書きます。おじい様が書ききれなかった希望の物語の続きを。では、メルサンディ村へ帰りましょうか。そっか。よかったね。でも。オッケー、着いたけど。どうしたの？なになに？大丈夫で、ちゃんと帰ってきたよ。アイリーちゃん、ラペットおじいさん、ちゃんと無事だよ。で、続きも書くって決めたしね。多分喜ぶんじゃないかな。大丈夫かい、アイリーちゃん。大丈夫です、私も大丈夫ですよ。紹介、寝込んでたアイリーちゃんが消えたってみんな大慌てだったんだよ。でも旅人ちゃんが見つけてくれたんだね。皆さんにはご心配をおかけしました。私、ヒューガさんに助けていただいて少し強くなれた気がします。そうだね。ラペットおじいさん、私、パンパニーニおじい様の童話の続きを書きます。そうかそうか。パンパニーニも喜ぶだろうね。アイリーお嬢様！一番心配してたんじゃないの？身近にいつもいてくれてるから。よくご無事で。お部屋を覗いたら空っぽなんだもの。心配で痩せちまうとこだったね。よかったね。ごめんなさい、ルーデさん。私お腹が空いちゃって、パンをたくさん焼いていただけますか？ああ、もちろんさね。もちろんさね。みんな優しいね。ありがとうございます。私にもお手伝いさせてくださいね。ヒューガさん、このご恩はきっと忘れません。私必ずやおじい様の童話を、小さな英雄さんの物語の続きを書き上げます。どうか楽しみにしていてくださいね。あなたの旅に幸せが多くと、待って、全然言えない。あなたの旅に幸せが多く訪れますよ。不思議な旅人さん。もう気づいたか。いやー、そっか。ノーは旅人さん。ラペットじいちゃんの宝石作戦は大成功だったみたいだね。アイリーちゃんすっかり元気になって本当によくやってくれたね。じゃあおだちんだよ。オッケー、ありがとう。いやー、でもよかったね。そっか。いや、でもすっごい温かい町だね、ここの人たち。パンパニーニが残した小さな希望が大きな希望となって動き出したよ。物語はまだまだ続くんだね。そうだね。いやー、そっか。
これからも続いていくんだな物語も。いやでもよかった、そっか今のコッケちゃんよかったあてかすごいいろんな形のパンいいな。スライムつむりのあれ食べてみたいな。あでそっか偽りの方に戻ったんだねザンクローネは。あーで本だ、そっか。キューがこの世界に起きた、異変を一つ確かめてきたみたいね。何かあったかしら。え、あの英雄ザンクローネがこちらの世界にも現れたですって。なんだか懐かしいわ。あ知ってるんだアンルシアンも。ミシアだった私はラスカから、ああやべべべべべべ、そうだってもうミシュアとアンルシアがもう別人ってなんか思えちゃうもん。やばいな。うん。ミシュアだった私はラスカから毎日英雄ザンクローネの話を聞いていたのよ。うん。あの時の私は記憶を失い不安だった。でも英雄ザンクローネの話が心の支えになっていたんだと思うの。そっか。うん。あ、同じか。そっか。行くか。ねえ、ちょっとじゃあもう一ついっちゃうかっていう、その前にじゃあ今回ここまでにしようか。うん、まあキリいいしね、ちゃんと終わったから。はい、という感じで今回はメルサンディ村の話やってきました。で、まあ、次回はねアラハギーロ残った地域行ってみましょうかということで、じゃあ今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回お願いします。ありがとうございました。バイバーイ。ちょっと衣装ここ白はちょっとあれだったな、もうちょい濃い色にしよう。ありがとうございました。